皆さん、こんにちは。インスパイアのコタです。今日もユーストリームを使いまして、ネットニュースに関する情報を生中継で15分間お届けしていきたいと思います。はい、今日もよろしくお願いします。今日は、実は今日のお昼14時からですね、フジテレビのあげるテレビっていうところで、また YouTube の特集がありました。今日その模様をですね、そのまま録画して流すですね、これ著作権に引っかかりますので、実際そこで行われたことを、すべて文字起こしして、今日皆さんにですね、お伝えしたいなと思います。ちょっとですね、告知だけさせてください。こんな感じですね。事前に今日あるよということで皆さんにお知らせしたときに使ったものなんですけど、ここのね、吹き出しの部分だけが変わってますが、この内容をですね、今日はお伝えしたいと思います。ではですね、ちょっとですね、文字起こししたもの、1時間、2時間ぐらいかかりましたかね。ちょっと見ていきたいと思います。15分間ですね。15分間で、ほぼ15分ぐらいの内容をですね、文字起こしするということで、ほぼ実際と同じスピードになるかと思いますけど、実はここに一応リンク貼っときましたけど、NHK でですね、2月にですね、クローズアップ現代っていうところで、収入源は動画投稿っていうものをですね、文字起こししてるんですが、それの、フジテレビ版だと思ってください。こっちのね、クローズアップ現代の記事もですね、非常にわかりやすく書いてますので、ぜひね、見ていただきたいと思います。まずはですね、フジテレビの今日、5月10日の14時から、丸見世クルーズという、コーナーの中で、急増中、年収1000万超えも動画投稿で暮らす人々ということで特集がありました。じゃあ順番にですね、読み上げていきます。はい。今、インターネットの動画投稿でお金を稼ぐ人が急増している。家の階段に雪を敷き詰めてスキー？これよかったら後でリンク貼っときましたので動画見てください。ブロッコリーが笛になってる？あと、劇団スカッシュさん、チアちゃんさん、などのですね、チャンネルも、ちっちゃくですけどね、紹介されました。インターネットの動画サイトに一般の人が投稿した作品だけど、この動画投稿でお金を稼ぐ人が？中でも動画投稿サイトで世界の利用者が10億人を突破したのが YouTube では、動画投稿で稼ぐ人が次々と登場。商品紹介動画で人気、瀬戸康史さん、32歳。チャンネル貼っておきましたので、よかったらチャンネル登録してみてくださいね。収益の主なところを占めるのは YouTube だと。体を張った挑戦動画で人気、メグウィンさん、35歳。チャンネル貼っときましたので見てください。収入は動画投稿だけで得てますね。と。中には主婦の人も、キャラ弁動画で人気、辻内さん。ね、チャンネル貼っときましたので見てください。自分が YouTube やっていて、てんてんてん。この辺は最初ですね。紹介だけですね。で、海外では動画投稿だけで年収1億円以上の人も現れる。はい。ではですね、いきますね。動画投稿で稼ぐ人のもとへ訪ねてみた。商品紹介動画で人気の瀬戸さん。商品紹介の動画を投稿しています。謎のアタッシュケースがなんと、とですね、これリンク貼っときましたので、これがテレビで流れましたので見てほしいなと思うんですが、様々な商品を YouTube 動画で紹介。動画が1000本以上。総アクセス3600万回以上。瀬戸さん、動画投稿のきっかけは、劇団員として役者をずっとやってきてですね、自分のやれることの幅を広げたいと思って、最初は YouTube で動画を作り始めたという形です。投稿歴はなんと3年。アルバイトを辞めて動画投稿の収入だけで生活している。さらに、そのお金で日本全国を回る旅に出かけたり、今のワンルームから2部屋以上ある広いマンションへの引っ越しも検討中だそうです。でも、お金をもらう仕組みってどうなってるの？ Google 日本本社で聞いてみた。YouTube パートナーオペレーションズ北東アジアマネージャー船越さん。YouTube とパートナー契約を交わすことで、YouTube 上に公開した動画に広告が表示され、その広告費の一部を受け取る形ができる仕組み。2008年に始まった YouTube 収益化プログラムとは、一定の審査を経て、パートナー契約を結んだ投稿者は、自分の動画に広告をつけることができる。そして、投稿された動画が人気になればなるほど、報酬もアップする。いくらもらえるかは秘密。この仕組みについては、NHK のクローズアップ現代の中でも、図解を使って説明しているので、ぜひね、NHK の方のですね、スライドに貼っときましたので見てください。では、瀬戸さんの動画をたくさんの人が見に来るのはなぜ？
人気動画の作り方は2つありますと。1つ目、オーバーリアクション。瀬戸さんの商品動画は、袋を開けるとこから始まる。僕のこの今開けて、うわ、なんだっていうのを追体験してもらうような、ある意味ショーみたいなのを心がけていると。あとは、幅広い人に見てもらう工夫もしていますと。小さい子は普通に真面目に紹介するとつまんないっていうので、ふざけているところを入れないと動画を最後まで見てもらえないんだと。ちなみに謎のアタッシュケースの動画は、こちらのリンクにありますので見てくださいね。動画から投稿4日で4万アクセスを突破したそうです。最初は紹介する商品を自らで購入していたが、動画が人気になるにつれ、企業から売り込みが殺到し、次々と商品が届くようになったという。しかも、紹介したものは全て自分のものになるそうだと。時計ももらったよ、などと紹介されてましたね。瀬戸さん以外の人気動画を丸見せっていうことで、何人か紹介していきます。1人目、佐々木朝日さん。リンク貼っときました。見てくださいね。チャンネル見てください。佐々木さんは自分のメイク過程を紹介し、総アクセス数は1300万回以上。急いでる時に役立つ簡単3分メイクや、雰囲気をガラリと変えるプロ顔向けのメイクまで、様々なメイク方法の紹介で国内外の女性から大人気だと。すごかったです。2、私の友人でもあります、福井のカズさん。チャンネルぜひね、見てください。ダイエットの奮闘ぶりを動画で投稿。100日間で22キロ痩せたダイエット法を紹介。総アクセス数は1700万回以上。また、当時の食事メニューを公開したりもしています。はい、3人目。ナリオマルさん。リンク貼っときました。コマ撮りによるアニメーション動画、クオリティの高さで大人気。これすごかったですね。コマ撮り。アニメみたいな感じに、なってまして、ぜひ見てくださいね。で、4番目。最初に出てきましたですね。辻優さんっていう方ですね。娘さんと2人で、北海道の富良野に在住で、母と娘で動画を投稿していると。自分が YouTube やってて、いろんな人に自分の作っている料理を紹介したいなって思ったと。で、4年前から料理動画を YouTube に投稿し始める。オリジナルレシピを英語で紹介して、海外からも人気。可愛いキャラクターを使った弁当などを紹介していると。最初は人前でお話しするとか、緊張しないで喋るようになればいいなと思っていたと。話すのが上手になればいいなと思ったのがきっかけですと。巻き寿司を使った日本ハムファイターズのキャラ弁を紹介していましたね。動画で紹介していました。ご主人は動画を投稿していることをどう思ってるの？という質問に対して、本人が趣味の範囲でやるのであれば別に抵抗はなかったですけどね、と答えてました。モチベーションが上がってるっていうか、報酬もらっていいのかなって思うぐらいですよ、と。奥さん、ありがたく、報酬は使わせていただいていますと。辻さん一家は動画投稿で得た収入は家族旅行の資金などに使用しているということだそうですね。辻さんが結構時間を割いて紹介されてました。ここで CM に入りましたね。 CM 明け、収入トップクラスの投稿者を紹介しようということで出ました。最初に出ましたね。体を張った挑戦動画で人気のめぐみんさん。もう一回リンク貼っておきました。やたら熱いけど、どんな投稿を投稿しているのか。テーマは一応挑戦ですと。体を張りまくっていますね。例えば、自分の階段にゲレンデを作ってスキーしちゃおうっていう挑戦。その挑戦した動画を貼ってあります。これぜひ見てください。面白いです。2番目、素手でポンポン弾けるポップコーンの早掴みに挑戦し、あちちちと。これも、リンク貼っておきましたので動画見てくださいね。2005年から投稿開始し、過激の投稿が受けて総再生回数は1億9000万回以上になっていると。きっかけはですね、もともと芸人だったんですけど、次の演目をやるのに着替えるんですよね、と。着替えてる間はずっと舞台の中が暗くなるので、そこに映像を流し始めたんです。すると、映像の方が普通のネタより受けちゃったと。めぐいんさんの芸人時代は、家賃が2万8500円の4畳半のアパートが、今では家賃12万 3K の家に住めるようになったそうです。さらに、動画制作に専念するため、2年前に起業し、今や社員5人の代表取締役社長、関根さんですね、本名ですね、になったということですね。
趣味だった動画投稿が仕事になってしまうなんてびっくりする時代ですね、と。ということで、ここでですね、スタジオに戻ってですね、話しますね。皆さん何か秀でるものがあるんですね、ということで。実は、さっき紹介した辻内さん、料理をね、キャラ弁作ってる方は、キャラ弁だけでなく、お菓子の動画も投稿していて、お菓子を作る動画ですね。中でもチョコで作って家の動画は300万回を超える大人気になっていると。このチョコで作った家をですね、動画紹介し、リンク貼っときましたので、ぜひね、見てください。今動画を見てる人も増えてるんですね、と。で、フジテレビ経済デスクの鈴木さんがこう言ってました。映像とか音楽とかゲームとか書籍とかまとめてコンテンツビジネスと言いますが、世界のコンテンツビジネス市場は5%のスピードで伸びていると。まあ大きくなっていると。ただ、日本の市場は頭打ちになっていて、日本も官民挙げて日本のコンテンツを積極的に海外へ出そうとしていると。お隣の韓国などはドラマを売ったり、歌手がどんどん国外へ出ていったりしていると。日本も動画などの映像コンテンツを作る人たちがどんどん現れて、裾野が広がっていくのをすごい期待されていると言ってました。で、オイシックスさんの社長の、国内最大級の食品販売サイトを運営していますよね。東日本大震災後、精力的に支援活動を行うオイシックスの社長の高島さんが、こう言ってコメントしてました。稼ぐためにやってるのではなくて、面白いものを作ろうと思ってやってるのがいいですね、と。ネットの場合は、稼ぎたいという思いが現れると嫌われるんですよね、と。つまり、クオリティがあって、結果的に稼げるようになってしまった。稼ごうと思って稼げてるんではなくて、クオリティがある、皆さんクリエイターですもんね、ということで、番組が締めくくってありました。はい。ということですね、NHK から2ヶ月ずれることで、民放のフジテレビが、YouTube の特集をしてました。おそらくこの感じでですね、他の、キー局ですね、テレビ朝日だったり、TBS さんだったり、日本テレビさんも、こういう特集を多分組んでいくんだろうなって気がします。で、この特集の多分1年後、2年後に、地方局で、また、地方でもこんな人が現れましたっていうことで、出てくるので、新潟に私が呼ばれるのは何年後なんて話ですが、まあ、ブームとしては、今動画はね、非常に注目されてるんですが、やはり東京のキー局から今始まってるっていうのが現状で、だからこそ今ね、皆さん早く始めた方がいいですよっていうことが、分かっていただけたんじゃないかなと思います。ということですね、私もいつかですね、この動画として、まあ、こういう一般のですね、テレビに、まあ、私のような動画が紹介されるっていうことは、まあ、ほぼ奇跡に近いかなと思いますけど、まあ、ぜひ、こんな人もいるよっていうことで、変わった人としてね、紹介されたらいいかなと思います。1000本以上投稿してるってありましたけど、まあ私ももう1000本以上投稿してますからね。まあ、投稿数だけではそんなに負けてないんですけど、再生回数はね、全然ね、もう桁違い、桁違いというかですね、比べ物にならないぐらいですが、頑張ってます。ということですね、今日は著作権の問題もありますので、そのままね、テレビの映像を皆さんお見せできませんが、きっと誰かがね、YouTube 上にテレビの映像を上げてるんじゃないかなと思いますので、テレビの映像を見たい方はそちらに見ていただいてですね、私は文字起こししましたので、ぜひですね、映像で見る時間がない人、もしくはですね、リンクですね、動画で紹介されているリンク、動画とかですね、チャンネルを見たいっていう場合に、テレビだと、映像だと見れないので、そのリンクも全部貼っときましたので、これ結構大変でしたけど、ぜひね、皆さん見ていただければなと思います。はい、ということですね、おそらくまた、日本テレビさん、他の局でですね、同じようなのがあったときに、またですね、文字起こししていきたいなと思ってますので、ぜひお楽しみということで、はい、今日はですね、5月10日、今日ですね、フジテレビ、今日の2時から、ちょっとね、本当はね、もうちょっと早く皆さんにですね、お届けしたかったんですけど、ちょっと仕事があってですね、なかなか、時間ができなかったんですけど、14時ですから、8時間ぐらい。でですね、文字起こしして皆さんにお伝えることができました。この内容はですね、明日、日が変わってすぐぐらいにですね、ブログを更新して皆さんに、お届けしたいと思います。はい。ということで、今日は5月10日、フジテレビ、あげるテレビ特集、急増中、年収1000万超えも動画投稿で暮らす人々についての特集、約15分間の映像を、15分の動画で、文字起こししてお伝えしました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。